おはようございます、ダクソンです。ここがねまた来ましたよ、サルフツのモケウニ沼でございます。じゃあ行ってみましょう。あの北オホーツクの湖沼群ですよね。で南側に一番大きなクッチャロッコですかがあります。でこのモケウニ沼、またカムイト沼、サンサクロがないポロ沼、キモマ沼、サルコツ沼なんてあるんだね。さらに名もなき沼を含めると数えきれません、たくさんあるそうでございます。じゃあねそのうちの一つモケウニに行ってみたいと思います。でモケウニ沼の木道なんですが、まあ今時期もう花の咲いてる時期ではございませんが、湿原は黄金色に染まります。ヨシや沼ガヤなどのイネ科の穂が風に揺れてるそうなので行ってみましょう。よっと、あ、ここ湿原ですね。ああ、なんだこれ、鹿の歩いた跡ある、人かなこれ、熊じゃないよな。あー、黄金色に染まってますね。さっきまで天気良かったんですけど、少しね雲がかかってきました。寒々とした風景になってます。さて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 、黄金色に染まる湿原は見ることができるんでしょうか。ここねずっとまっすぐ行ったらモケウニ沼に着くんです。やっぱり湿原だけあって周りね水多いですね。高層湿原なのかな、違うんかな。あー、もう花はありません。このね今眼前に見えてきた松の木ですよね、赤エゾマツってのかな。このね緑とねイネ科の植物の黄金色の対比が非常に素晴らしいということで来てみました。でもあんまり木道からだったら綺麗に見えないですね。もう少し引いた位置の方がいいのかな。いや、ここ来る前にですね、さえぬか原生花園の道路を通ってみたんです。そしたらですね、電柱とかね、小高い丘とかなくて、ほんとね、地平線みたいな景色だったので、車載動画を撮ってみました。結構ね、長い時間撮っちゃったんで、まあ、倍速にして、どっかの動画につけたいと思ってます。あ、こんな感じね。あー、これ上から見た方が綺麗かもしんないね。あー、そっか。あ、いいですね。でもこのイネ科の植物、サルフツは南北に結構長い、なんて言うんだろう、土地ってのかな。なのでちょっとね場所間違えちゃうと行ったり来たりして結構時間かかっちゃうんですね。でここもねもう市街地のさえぬか原生花園通ってったらもうねポロ沼か、でっかい沼の方まで行っちゃって市街地付近だったんです。でここ浅地野ってのかな、またね戻ってきちゃったんですよね。でもう一回市街地に行かなきゃ、あ、こうやってね喋ってるうちにこの辺綺麗ですね。あ、いい、あ、これいいわ。おお、これ良くないですか、良くなくないですか。はあ、あ、これだ、これ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 だよ。もうちょっとね高い位置から見るとねもっと綺麗かもしんない。これっすよ、見たかったの。
あ、いいわ。もうね、肌寒くなってきたんで、10月15日ですか、今日。あ、今日年金支給日だね。まあ関係ないけど、私ダクソン、この迷彩色のリュックサックの中に手袋入れてたんですけどね、レキっていうね、調子こいた、なんて言うんだろう、サイクリング手袋っていうのかな、外国製の、外国のメーカーのレキっていうね、変な手袋入れてたんです。で、寒くなったら使おうと思ったんだけど、手首の周りにデザインされてるね、白いラインがボロボロ剥がれてきてね、カメラのレンズに付着するんですよね。あ、ここもめっちゃ綺麗じゃん、これ。うわー、あ、いいわ、これはいいわ。うわー、これ。これはすごい、わかるでしょうだね。すっげー綺麗だ。風に揺れてる感じがなんとも、またいいですよね。あ、そうそうそう、そのね、レキっていう手袋の白い手首の部分がね、ボロボロ剥がれて、カメラのレンズについてね、なんかゴミみたく見えるから、撮影したらね、もうね、頭に来てぶん投げたんだよね。まだ使えるんだけど。だから私ダクソン、現在は手袋をはめずに撮影しております。本当にね、手がかじかんできますよね。あ、やっとやっとっていうか、ちょっと歩いただけで沼に到着です。前も訪れた時はね、夏だったんでね、何だったっけ、アヤメみたいな紫色の花咲いてたんですよね。あとエゾカンゾウかな、もあったような気がするな。あ、着きました。ほんと自然のままの沼ですよね。モケウニです。うわぁ、寒々としてわやだわ。こっから先近づきませんけどね、おっかないんで。なんか魚とかいそうだな。あー、風が強いんで波打ってますよね。波立ってるっちゅうのかな。いいですね。はい、じゃあ以上でダクソンでした。あ、やっと日が出てきたね。はい、あ、もしもし、あ、ここね、カムイ島沼来ましたね。今ね、ハンディじゃなくてコンデジで撮ってますね。結構綺麗に映るのかな。うわ、ここまでは来れるんだわ、一応ね。すげえ神秘的な沼だな。少し日が出てきてね、紅葉見えてきましたね。